はい、いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。岡本です。よろしくお願いします。はいはい、じゃあ今日は終わりさ、だって今日リュックの話するって言ってたのにリュック持ってきてないじゃん。持ってきてないけど画像はドドン。ああそういうことか。革製品の選び方みたいなので、はい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 、あそれは面白い。それすっごい興味あるからさ、まあ、今日その話、あのカバンとかお財布って、うんうんうん、やっぱ持ったら長いこと使うと思うんですよ、うんうんうん、それをどうやって選ぶのがいいのかっていうのを、うんうん、なかなかこれはちゃんと教えてくれるところがないと思うので、うん、それについてちょっと僕も岡本さんにいろいろ聞きながら、紹介していこうと。洋服のプロの人もほとんど知らないのが僕革製品の選び方だと思うんですよ。例えばベルトとか財布とかカバンとかって僕も洋服の世界で長いことしてるんですけれども、洋服に比較するとそこまでこうちゃんとした知識だったり見分ける目を持ってる人って意外とまだまだ少ないんじゃないかなと。僕は個人的にすごく好きなので、うん、いろんな職人さんに聞いたり、うんうんうん、お嬢さんに教えていただいたりしながらやって、自分ではこういうのがいいよっていう知識はそれなりにはあるつもりなんですけども、じゃあプロの岡本さんがこういう革がいい革だよとかっていうのの選び方の基本的なところをちょっとお話しできると、お店に行ってなんとなくいいような雰囲気がするだけで買ってるみたいなものと、でも実はそんなに大したことないでっていうのが、それは触ったら一発で分かっちゃいますよね。いい革と悪い革、悪い革っていうよくそこまで品質が高くない革の差ってどこで見るの？一瞬で分かりますね。逆に言うともう触った瞬間に分かる、うん、あと見た目でも画像だと分かりにくいんだけども目の前で見たら分かりますよね。ね、目の前で触ったら瞬間的に分かる。どうやって選ぶんですか？でも多分言葉にはすごいしづらいんですけども、これ、まあ、食べてあうまいとかまずいとか一瞬で分かるのと近くて、うん、もう触った瞬間にもうどうかは分かるんですよね。それって何、うん、例えば触った時に、はい、肌触りあのカサカサしてないとか、要するに水分量だったりとか、うんうん、適度な皮の密度、密度って繊維が密度が詰まってる、そうそうそう、まあスカスカの場合と、はい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 、まあ、密がギュッとしてるかどうかとか、はい、それってその張りでカーブしている部分に出てきちゃうじゃないですか、はい、もうごまかせない。一枚の皮で見たら素人の人分かれへんけど、あ、そうですそうです。でもちょっと曲げる、ちょっと曲げてなんかしたら組み立てたらプロから考えたらこれ仕上がったら大した仕上がりになれへんなって、うん、下手前するなってあるんですよね。それはもう一瞬で分かります。それってさっきおっしゃってたその水分量だったり触った時にもちっとするとか、うん、タッチが柔らかいとか、うん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 、プラスその繊維密度が詰まってる、はい、だからこう反発力だったりとか、うん、あとまあちょっと伸ばしてみたりとか、まあ、最悪な場合はこう歯切れをこう指でガシガシやっちゃうとか、うんうん、結構いろいろはやりますけども、ね、それは確かめ算としてはやるけども、まあ、分かりやすいのは、はい、僕が思うには繊維密度がギュッと詰まってて、そう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 、しなやかでオイルも多少入ってることで質量感があるっていう、 しっとりしててっていうんですよね。そう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 。であとは仕上げによってちょっと固めになってるやつとか、うんうん、もっちりしたやつとかがあるから それを選ぶみたいな感じですよね。まあ、キメの細やかさとか、そう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 、そういうのを見ていく。そうそうそう。もう軽い革と重い革やったら、うん、同じ見た目やったらどっちの革がいいんですか？いや重い方が、要するにあの同じ見た目だったら密度がギュッと入っていて、まあ、オイルが入ってたりとか、はいはい、あの繊維の密度があったりするんで結果的に重い方が、まあ、一般的に私はいい、まあ、いいですよね。あ、それは一緒ですよね。だから軽いの持って明るいっていうのも一つもちろん軽さの良さもあるんだけれども、はい、長く使っていくっていうことを考えた時には、うんうんうん、絶対的にやっぱり繊維密度がギュッと詰まったやつじゃないと、ね、経年変化がボロボロになるか雰囲気が良くなるかって分かれるじゃないですか。もうそこに多分尽きると思うんですけども、あの革製品って基本的にはもうこうエイジング、つまりだん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 クタクタになって柔らかくなってこうボロボロになっていくものじゃないですか。そうですね、そうですね。エイジングって
あの言い方、味が出るっていうのは言い方としては美しいけれども、うんうん、あの言ったら劣化していく姿が美しいっていうことや。それが安い革やと劣化していく姿がボロくなる。いい革で密度が詰まってちゃんとした仕上げのものだとエイジングしていくと蓋っていくけども、なんかいい雰囲気でいいあれ感になってくるっていうので、そういうのを求めるのであればいい素材のカバンを買ってくださいよ。断然そうです。じゃあ今お話ししたような革の選び方で選ぶのがいいと、うん、はい、あの結局こう革製品って長く持っちゃうじゃないですか。10年後の私保証というかこう担保しないといけないんですよね、うん、でそうするとその繊維が密度が薄くて軽くて、まあ、2、3年でグダッとなっちゃうと、なんだろう、信頼がなくなっちゃうじゃないですか。まあ、そうですよね。特にハンドルとかグニャってなって安いやつってベローンって伸びたり、芯材がフェルトが入ってたりすると、はいはいはい、それね、うん、うちカバンやるときに、うんうん、これあのザソールのカバンなんですけれども、うんうん、ここの芯材をすごいこだわって、何これは革芯で、全然違うね、両面の、はい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 、あの膨らみのあるタイプにして、ハンドルはさ、あの触った瞬間プクっていうのが多いじゃない、あの芯材が浮いちゃってるやつね、あれが嫌なんで全部革芯にしてます。バシッとしてるよね。バシッとこれ使ったとかありますか。これも触った瞬間わかるよね。これあんまり既製品でないない、高すぎてやらないんですけども、こういうのを作ったり、これ結局持ち心地は最初硬いけども使ってった時にやっぱりここの張り感って絶対にボロくならないし、ここにいい革使うことであのやっぱりこうクタッと感がかっこよくなるしっていうので、まあブライドルの部分はねもう張りがあってツヤが出てくるっていうんだけど、ここの絞る部分のも安いやつはあるけれども、もう本当に革の値段下手したら10分の1ぐらいの値段のやつもありつついい革を選ぶで、今ここはあのウォークリスペトゴっていうのを使っているんですよ。はいはいはい、トゴやってますよね。はい、で、もうすでにリュックサックとかでは出したんですけれども、うんうん、今度からそのトゴを、うん、あのトリオンモーリスっていうやつに変えるんですね。全部これから切り替える。切り替えるんですよ。で、なんで切り替えるかっていう理由もあって、そりゃそうですよね。あのカバン類を全部そっちに切り替える。このカバンをやるときに、うんうん、モーリスの方がタッチがやっぱり柔らかくて、見た目ほとんど一緒なんですよ。じゃあ曲がる部分が多いから、やし。その触った時にやっぱりグッっていうもちっと感みたいなこと、このトゴってすっごいいい革なんですけども、はい、僕が触った時にその新しいこれ、あ、これ、これトリオンモーリスっていうやつなんですけども、あ、もう、あ、全然違う、全然違うでしょ、全然違うね、このシボの感じはちょっと違うんですけれども、うん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 、ほとんど多分見たら分からないと思うんですけど、もっとこのトゴのやつよりも触った時にムニュッっていうか、そのしっとり感がある。でまあ触った時のしっとり感とか柔らかさとか革のしんなり感っていうのを味わってほしいっていうので、リュックとかこれもそうやし、これのフルトリオンバージョンとかもあるんですけれども、先々トートとかいろいろ出てくるんですけれども、じゃあいろんなデザインを考えた時にやっぱりそれにふさわしいのはそっちじゃないかなと、なるほど、多分子供さんにそれ触ってもらおうと思ってこれをこう持ってきて、はいはい、もう触れば分かります、かる、全然違う、意図が分かる、うん、形は保ちながら、うんうん、そのしっとりしてて、うんうん、使った後にくったりして、うんうん、で雰囲気も出てくるっていう、うんうん、多分ミリ数で言ったら本当にコンマ何ミリとか、うんうん、繊維の詰まりがちょっと違うとか、うんうん、仕上げとか、うんうん、艶感が若干違うだけなんですけれども、うんうん、僕はそっちの方が明らかに贅沢な雰囲気で仕上がるのでっていうのでこれに変えたっていう。これまあ触ったら分かるけどもこれ伝わらないんだから岡本さんもこの秋冬、うん、はい、たくさん春夏の終わりからずっとイベントされてますけども、そうですね、まだまだイベント続くみたいですね。毎週イベントやってます。革製品ってやっぱり触んないと分かんないんで、あ、そうですよね、とにかくイベントで毎週やってる。これはそうですね、爬虫類にしてもカーフにしても、うん、とにかく触ってください、うん、で私どももこう触っていただけるように日本全国イベントしますので、うん、TMBH 私どももしますし、うん、イベントの詳細は概要欄をご覧いただければと思います、うん、まあここ TMBH の出てますから、いいね、はい、よろしくお願いします。岡本さん今日はお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございます。
前々から岡本さんにその技術的な監修をお願いしながらこういうのがいいんじゃないかっていう大体のざっくりした案を考えたのをイタリアの裏方でたくさんのブランドのデザインをしているデザイナーにちょっとデザインしてきてもらった。すごいね。なんかこれ何すげない、これイラスト、これまさかの手書きやで手書きでこのクオリティ、手書きでこのクオリティ俺びっくりしたもん。いやいやいや、革製品に実はあの革製品作った方が早いんちゃうかっていうぐらいのこのデザインのクオリティ、ね、すごいね。でも本気のがすごいっていうのをこれをあの、ザ・ソウルの革小物として展開しようというのでちょっとイタリアデザイナーにお願いしました。まだまだこのデザインからサンプル作って革選んでっていうのでその辺の技術的なところは岡本さんにちょっと相談しながらなんですけれども、細かい部分はね、はい、お願いします。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。登録と高評価、参考になるなと思ったらぜひよろしくお願いします。マスタープランショールーム広尾の方で予約制ですけれどもオープンしておりますので、月末最終土曜日はオープンデーということで予約なしになっております。詳しくはホームページをご覧ください。ありがとうございました。はい、イベントの告知をさせてください。10月の14日菅原靴店仙台店、15日菅原靴店盛岡店、こちらでですねマスタープランオフィシャルストアのポップアップストアおよび私のパーソナルアピアランスを開催させていただくことになりました。14日は仙台店で、15日は盛岡店で、私も直接店頭で対応させていただきます。お時間ある方ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。